俺は普通の人間だと思う。多分身長は180に届かないだろうし、運動能力に自信はあるけど、現時点で俺が一番である部分はない。それが何かを諦める理由にはならないし、言い訳にもならない。つうかそもそも普段そんなこと考えない。でも半年に1回ぐらい、限りなくメンタルがマイナス4になった時に思う。自分は平凡なんだと。ところで平凡な俺よ、下を向いている暇はあるのか。スタートします。